Thank you.
グループご紹介いたします。グッドマンビッグバンドの皆さんです。本当にご紹介をさせていただきます。この地区在住のメンバーで2016年に結成したビッグバンドです。八王子の市民センターで日曜日に月 1,2 回練習しています。コロナで市民センターが使えなくなって2年ぐらい練習場所を求めて放浪していました。河川敷の公園で練習したこともあります。昨年の12月にようやく市民センターを使わせてもらえるようになり、立川一帯のために急ピッチで練習してきました。ビッグバンドならではの熱い音を楽しんでいただけたらと思います。バンド名のグッドマンですが、有名なジャズミュージシャンの、ベニー・グッドマンから取ったというわけではなく、リーダーが思い入れのあるジャズライブハウスの名前から取っています。そしてみんな良い人であれ Be a good man という意味もありますだそうです。では本日最後の演奏をお楽しみください。グッドマンビッグバンドどうぞ。皆さんこんにちは、グッドマンビッグバンドです。MC の方が案内してくれたように、本当に2年間コロナで、いろんな場所を放浪いたしました。はい、で昨年の、ね、12月にようやく八王子の市民センターが使えるようになったと思いましたら、1月の後半のすごい感染爆発ですね。それで1月2月は練習がなかったんですね。で3月からちょうど立川一帯が今年はやるということなので、3月から一生懸命追い込んで練習をしてまいりました。なんとか感が戻っているでしょうか。はい、早速あの曲の紹介に行きたいと思います。1曲目はスティービー・ワンダーのマナ娘アイシャさんに書かれた曲で、邦題は可愛いアイシャ、英語タイトルは EZCW という曲です。ジャズの曲ではないんですけれども、ビッグバンド風にアレンジされております。とてもヒットしたので皆さん多分聴き覚えがあるのじゃないかなと思います。では聴いてください。イズントシーダブル。
紹介いたします。トランペット引田雅人、テナーサックス小田健二、はい、ありがとうございます。続いて2曲目に行きたいと思います。ちょっと待ってくださいね。2曲目なんですけれども、レコーダー2という曲です。サックス奏者ジョン・ヘンダーソン作曲によるものです。で、まあ、ジョン・ヘンダーソンというと皆さん多分ご存じないと思うんですけれども、超有名な、曲にブルーボッサという曲があるんですが、そのブルーボッサと同じアルバムに収められている曲なんですね。ブルーボッサの方はすごい著名な曲なんですけど、このレコーダー2というのは同じデビューアルバムに収められたんですけど、全然有名にならなかったという曲なんです。でもとてもいい曲です。で、私もチックコリアで、ね、演奏していて知りました。じゃあ聴いてください。レコーダー2。
ございました。レコーダーミュージカーソリストを紹介いたします。テナーサックス望月和美、アルトサックス岡村敦樹。では次はボーカル曲に行きたいと思います。皆さんこんにちは。3年ぶりのね、立川一帯音楽祭り開催ということで、もう本当にスタッフの方々もね、もちろんそうですけれども、みんな結構ね、芸術とか音楽に飢えていたので、本当に今日ですね、皆さんに直接生でお会いできてとっても嬉しく思います。今日楽しみましたか？はい、私が、今回ね、歌う曲はちょっと普段はロックとかを歌ってるんですが、この楽団ではですね、ルート66というね、ジャズブルースみたいな曲ですかね、トラディショナルなアメリカの曲ですけれども、国道ね、66号線ということで、西州のね、ロサンゼルスから、イリノイ州の、すごいなんかちょっと忘れちゃった、どこまでだっけ、ルート66ってどこですか？まあ、とにかく西から東にこうずっとですね、2000マイル以上続いている道をですね、ドライブしながら、まあ、地名をね、歌いながら歌っている曲です。で、私も実は本当昔若かりし頃ですね、大学時代に国際免許を取りまして、ルート66を、まあ、ちょっと走りましてね、アリゾナですとか、グランドキャニオンとか、行った思い出があります。それでは、ルート66聴いてください。Ooh.
します曲は私の中では再生の曲と思ってるんですけれども、グロリア・ゲーナーさんというね、方が歌ってヒットしました。日本では、布施明さんが恋のサバイバルという曲でね、日本語として歌ってるんですけれども、まあ、曲はですね、まあ、ちょっとあなたがいないと生きていけないと思うように思っている人が、まあ、出ていってしまって、で失意の日を、まあ、失意の日を、ね、過ごすわけです。でもそんな中で自分がどんな仕打ちを受けていたかということを考え知って、そこから、まあね、ちょっとあの気持ちが復活してきたところで、ある日突然その出ていった彼が帰ってきてしまうんですね。でなんで帰ってきたのっていうことで、そこで彼になびくのではなくですね、もう私はあなたなんかいなくても強く生きていけると、私を大切にしてくれる人を、私も大切にして生きていくというね、まあ、そんな、歌なんですけれども、これはですね、逆境にある人ですとか、まあ、失意に、ある人が、自分をね見つめ直して希望を持って頑張っていこうという歌でもありますので、まあ、こんなコロナのね、さなかで、まあ、ちょうどぴったりの歌なんじゃないかなと思いまして選びました。I will survive という、歌をお送りしたいと思います。Come on, I want to turn away from all the fun.
自己紹介は、歌うたいとしみんという名前で、いろんな曲を歌って、活動しております、ぜひですね SNS などで、ライブ予定なども載せていますので見ていただけたら嬉しいです。どうもありがとうございました。多分時間が結構あると思いますので、メンバー紹介をしたいと思います。はい、まず私のお隣からいきます。ベース、日下部雄二。はい、そのお隣、ドラムス、稲東洋平。そのお隣、トランペット、鎌田かな子。そのお隣、トランペット、引き場正人。その隣、トランペット、アンノ・カズオ。はい、前に行きます。トロンボーン、内倉かなめ。その隣、トロンボーン、渡辺義明。その隣、トロンボーン、宇田田裕二。はい、その隣、トロンボーン、飯沢邦彦。はい、前に行きます。テナーサックス、望月和美。で、お隣です。テナーサックス、小田裕二。ごめんなさい、小田健二さんです。小田裕二は弟だそうです。有名な俳優さんがございます、ね。はい、すみません。アルトサックス、鈴木真一。アルトサックス、岡村敦樹。アルトサックス、成瀬優。で、最後にピアノ、山下麻里でした。はい、いよいよ最後の曲に行きたいと思います。次の一番最後の曲は最もビッグバンドらしい曲だと思います。インナーメロートーンという曲なんですけど、1939年デューク・エリントンさんによって作曲されています。デューク・エリントンさんを知らない人でも、英語者で行こうというのはすごい聞いたことがあると思うんですよね。ちょっとやってもらいますね。はい、1、2、1、2、3、4。はい、という英列車で行こうなんですけど、聞いたことある人、はい、はい、結構8割ね、やっぱりいますね。はい、その有名なデューク・エリントンさんが作った曲で、あんまり有名じゃないんですけど、インナーメロートーンという曲です。デューク・エリントンさんのバンドはですね、ニューヨークの高級ジャズクラブ、コットンクラブと契約して演奏していて、一大スイングブームを起こした、そんなバンドです。はい、じゃあ最後の曲なのでね、ソリストさんを先に紹介いたします。はい、トランペット、引き場正人。はい、じゃあ最後の曲です。聴いてください。インナーメロートーン。Thank you.
グッドマンビッグバンドの皆さんありがとうございました。第11回立川1回音楽祭り優秀の美を飾ってくださいましたグッドマンビッグバンドの皆さん、また皆様改めまして大きな拍手をお願いします。イエーイ。 CD もお持ちの